では文全体の意味と他のポイントについても見ていきましょう。他の英文法とかの動画もちょっとやらせていただけるっていうことで、おはよう、始まりました、モキアチャンネルです。今回はですね、そうです、このチャンネルのですね、新メンバーをですね紹介したいと思うんですが、新メンバーのですね、グマちゃんですね。はい、いやこれどうするんですかこれ。いやまあなんちょっともうやめてください、大口先生。やばいやばいやばい、ファボゼロのボケすんな。しかもそれ他人のネタらしい。はい、なるほど、そういうことでですね、はい、まあ今回というか、まあ、次回からですか、はい、大口先生のですね、はい、動画がスタートしますので、はい、そのですね紹介というか、はい、をしようかなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、今のところですね、そうです、大口先生と、ね、あとはそこは竹原先生いてですね、はい、文字鉄チャンネルですね、この M と O と T が今、はいはい、なるほど、 MOT な状態、なるほど、 MOT な状態なんで、はい、ですね、あのぜひですね、あの R とはい、E 募集しております。R の R で名前始まって、E で、ね、ですね、名前が始まる方ちょっと募集しております、はい、5人、その 5人編成でやっていくの。あ、そう、講師オーディションですね、決勝ですね、はい、おめでとうございます。 ありがとうございます。これでいよいよですね、大木先生の新たな動画も、ね、出てきますけども、はい、いやいや、もう本当にちょっと緊張してますもん、今から。頑張ります。ぜひぜひ頑張ってください、はい。そしてですね、そうですね、次回からですね、はい、出ていくどんな動画なのか、もうそうですね、撮ってもらいましたけど、どんな動画になるのかちょっと説明してもらえればなと思うんですが、はい、あ、動画ですね、はい、その TOEIC の先生が出されてる、はい、あの TOEIC LR 品質英単語っていう、ここに出ますか、 TOEIC L&O ですね、はい、L&O、 あの、まあ、あの TOEIC の方ですね。で、TOEIC のその、品質英単語が載ってる先生が書かれた本があるんですが、その中 の、 あのチェックテストというのの解説を、ね、まあ、先生がもともとネットで出されるっていうことで言ってたんですよね。で、あの、それをでも先生がちょっとこの、まあ、いろんな関係で、で、まあ、代わりに、あの、講演ながらやらさせていただけることになってって、まあ、で、今、はい、大石先生にはポップな感じで、あ、わかりました、はい、ポップな感じで解説してもらおうか、ポップ役ってことですね、なるほど、わかりました。では文全体の意味と他のポイントについても見ていきましょう。では、あの本で、まあ、解説本当に短く、はい、まあ、単語帳なんで、うん、ちょっとしか載せられなかったんで、あんまり単語帳いっぱい載せてもどういう本か分かんなくなっちゃいますもんね。そうそうそう、確かにね。なんで解説をもっと詳しく、はい、あの、やってもらおうかなと思って、ね、なるほど、だから TOEIC 出てくる情報とか、はい、英語勉強するのにすごい役立つ情報みたいなのを、ね、はい、加えてやってもらおうかなと思ってですね、はい、分かりました、やっていきますので、はい、ぜひぜひ、ね、よろしくお願いします。はい、ご期待ください。はい、ではですね、大口先生がどんな人なのかをですね、きっとわからない人もいると思うので、はい、ああ、なるほど、それをですね、はい、面白く、面白く、またなかなかこう面白く面白く、大口の方は面白いの王じゃなかったですか、なんかそんなあるんですか、こう全体的にこう全身比喩なんか残されてるんですか、そういう意味合いが全部含まれてるから、そうそうですね、なるほど、はい、じゃあ竹原の T は何かとかあったりするんですか、竹原の T、 竹原の T ですか、はい、竹原の T ってなんかそれおかしく竹原の田とかじゃなくて竹原の竹だ、竹原の竹竹原の竹竹っているわけですから、あ、なるほど、そうです、ね、なるほどなるほど、そうそうそう、俺は面白いな、面白いのを、じゃあ森哲さんは、じゃあ、僕は何もないです、盛り上げ役の盛り上げ役です、この盛り上がってます、大丈夫です、今もう画面の、あ、もうバーンなってるってことですね、なるほど、パーボゼロのボケすんだから他人ネタなんです、それはあの、ここの動画でまた他の英文法とかの動画もあ、はい、ちょっとやらせていただけるっていうことで、それもちょっと考えてたりする、そうですね、ぜひ、はい、面白いのが、そうですね、面白いのね、はい、はい、面白いのが出せていけたらいいなと思います。面白いの王ですからね、面白いの王で大なりにやっていきたいと思います。いやすごい、はい、いやもうTOEICのやつも1本目ね見ましたけど、すごい面白かった、いやすごい、それ逆にあのよくできてんなと、それどういう意味ですか、ちょっとあの期待がちょっと添えない可能性がありますじゃあ、はい、2本目からボケを必ず入れるってですね、2本目からボケを必ず入れる、匠さん方式で、なるほど、あれですもんね、ツイッターとか、はい、
ですね、はい、はい、そうですね、上がってますよね、はい、ツイッターで、まあ、表現出したりとか、うん、動画出したりとかっていうことですね。でも最近あんまり動画ぶっちゃけ出してなかったんで、ほうほうほう、はい、まあ、ある意味こう自分のリハビリにもなるというか、うんうんうん、ありがたい機会だなと思ってます。そうですね、はい、動画というなんか結構心を揺さぶるようなツイートみたいな感じのが増えてましたよね。なるか、まあでも、そうですね、最近はそういった感じののが多いかな。英語表現と、はい、うん、自己啓発系自己啓発系なんかいじりにやっぱりやっぱこうなんかおって今ちょっと最初こうどっちかなと思って真面目に行こうとしちゃったんですけどもうやっぱりじじり系でしたね盛り上げ盛り上げ役ですからありがとうございます。まあでも確かにそういうことは結構まあ好きは好きなんで、うん、そういうことは いいです。そういう路線にこう移動した英語の先生とかもいますから、有名な、はい、あ、そうなんですか、はい、自己啓発系に移動してしまった、移動してしまったっていうのがあ、移動したっていうことですね。そうそうそう、そっちがメインだった先生とかもいますからね、うん、あ、なるほど、それそちらを目指してるってことでいいんですか。今日どんどん話がこじれている感じがなんかこういじりにかかっていじりにかかってますね、完全に最初からもういじる方向性で、一ノ瀬の位置はいじるの位置です、ね、あ、なるほど、一番の位置でしたよあ、一ノ瀬って愛から始まってる、なるほど、あ、そういうことですかあ、すごい、自己啓発も完全にじゃあもうすごい、じゃあ一ノ瀬先生もメンバーなのかな、なるほど井上先生も愛だな、井上先生も愛ですか一人だとできないことを、そうですね、トークでやっぱり、うん、なんですか、一人でね、独白してる、うん、独白じゃないですか、はい、独白なんかもう悪いことだね、まあ、こっちじゃないですか、ね、モノローグでやっていくよりは、まあ、ダイアログでやっていった方が、なるほど、でやっぱ自分のこと、うん、誰かがいれば、はい、ね、質問ですね、うん、してもらえるんでね、はい、こっちからも、そうですね、今までやっぱその僕のことを知りたいっていうのも結構あったんで、はい、そういうのをなんかね、まあ、引き出してもらえればいいんじゃないかなと思って、うん、なるほど、インタビュー役としても、ね、はい、ホストの方にもできることがあれば、ね、はい、司会側もやってもらおうかなと、はい、いろいろ思ってますんで、はい、ぜひぜひですね、見ていただければなと思います。これからよろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。大口先生のツイッターもですね貼ってありますので、ぜひ見てみてください。はい、はい、よろしくお願いします。Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care. これがこう。俺がこういなくなればいい、もうこうやって、ね、もこの顔を隠しておけばいいんです。顔隠しておいてどうするんですか、この後。この後に最新メンバーのぐんまちゃんです、ぐんまちゃんです、いやぐんまじゃねえからっつって、名古屋だからっつってもうやばいって、それやばい、それでそれめっちゃやばいでしょそれめっちゃきついし、それもうこっちめっちゃやばい、何の問題もない、ギャンギャンに滑るでしょ、それ滑り方すごいでしょ、いや大丈夫、そこでファボマジっす、ファボゼロのボケすんな、ファボゼロのボケはい、よし、やばいやばいやばい、めっちゃやばい、全然問題ないっすよ、全然問題ないっすよ、なんか似てるし、なんか雰囲気似てるこのなんか髪の感じとか、髪の感じ、真ん中が似てる、なるほど、じゃあ似てるしとかをいじってください、ちょっと